リアナー、リアンナ、ロストハウェイ。魔法の杖か。水風船かと思っちゃった。やったるでい。わー。わーい。え、こっちに来ていいの？すごい、ジャンプするとツインテールが真上に上がる。ぴょいん。こんにちは。うさちゃん。うさちゃん。あら、かわいい。かわいいね。あ、スライムがいるよ。スラミが。音量もちょっと上げよスラミ。もっと大きくてもいいかな。ああ、トゲがあった。キャー。つらび。スラビ。右はいけないな、まだ多分。二段ジャンプが必要だよ。二段ジャンプありそう。二段ジャンプはマストだよな。マナ。うさちゃん、こいつら大丈夫、敵か？かわいいけど。なんか空を見つめてるこいつ、どうした？話しかけられる？もしかして、ちょっと待って。さっきの操作説明見せて。インタラクトは F だ、F。ないわ。動物は話せないって。ずんどこ進めるな。おっと。あ、人間。妖精。ああいうは、明治？あなたは魔法使いですか？ Y。クリックすればいいの？ああ、変なとこクリックしてる。画面外にあるのか、画面内にあるのかわかんない。そのクリックって書いてる場所をクリックしないといけなかったらどうする？そうっぽいな。まあ、画面内にマウスカーソルが消えて。What are you doing here? どっから来たの？ You wake up the big tree. あ、翻訳消えちゃった。ほら、コントローラーを。この Y は、ゲームパッドの Y なんです。Y でも良さげ。ゲームパッドをつなげないと。パッド。あれ？ Y でいかないわ。待って。できない。こういう時はあれだな。あれとは、ゲームパッドダメだった。オールとエンターで。マウスカーソル返して。一回立ち上げ直すか。What are you doing here? 力技でやろう。ワイでもダメだわい。ワイでもダメだわい。まさしくその状態。体重のそばで目覚めたあなたは魔法も記憶を魔法も失った。どうしてこうなったの？まあ魔術師は通常これはあまり歓迎されてませんが、なんとか抜け出すのに手伝ってもらいたいと思います。任せてくださいよ。魔法なしでここから出るのは簡単ではないよ。二つのクリスタルを見つける必要があります。二つのクリスタル。ダブルジャンプが必要って言ってるよ。そのうちの一つは二段ジャンプの能力を解放してくれるよ。これは私の小屋の裏にあります。クリスタルの管理者なのか？この子は羽生えてるもんな。妖精。例外を作って一度そこに入れます。こっから左にずっと歩いてってください。いい小屋。私のために。神か。ハルズ・ドラゴン。もう一つはハルのドラゴングルーブで見つかります。グルーブとは。
私の記憶が正しければ、あなたが目で見た大きな木の近くにそれがあるはずです。ウサギの先か。あ、最後にもう一つ、小さなマナボールが飛び交ってるのを見たことがあると思います。少なくとも65個集めてください。そうでないと森から出られるかどうか保証できません。マジで集めないで行きたいね、逆に。今から出発させます。安全な旅をしてください。それでは出発だよって言ってるよ。そして二度と戻らないようにして。もう戻ってくんなって言われたわ。マジかよ。すまんな。来てしまって。もう来んなって言われたよ。この人の小屋はどこ？さっきの上の場所？ここはそうだよな。二段ジャンプ持ってないんだけど。あ、この上から行けるじゃん。この雲乗れるじゃん。すっかり忘れてたわ。ファッ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 。あ、キノコ人間。キノコ人間。これダメな草っぽいな。わ、なにここ。なにここルームだよ。わーい、二段ジャンプ。なにここルーム。いやー、キノコ人間。キノコ人間。わーい、かわいいの。こちらはかわいいね。どうして耳変になってるの、こいつ。耳。ドラゴンに会いに行こう。オープニング音楽結構大きかったけど、ここちっちゃいからもっと上げちゃおう。マックスにしちゃおう。みんなの耳が壊れるかもしれない。いずれ。このスライムは？スラミは？明るいクマちゃん。敵か？敵か？そりゃあ！うわあ！飲み込まれた！きゃあ！怖い。モンスターに殺されたよ。何？ X。 いい。何も起きないよ。まだ何か持ってないのかな。でっかいスラビ。でっかいスラビ。スラミ。スラミ。てってってって。かわいいね。歩行グラフィック。てってってって。うわあ、意外にでかい。怖い。スラミー。スラミー。どうして大きくなると人を襲うんだ。ああ、見えてなかったわ、今。ひどい。よかろう。スラミー。スラミ。そういや、スウィンテール。え、親子でいるの？ぶつかっただけで私は死ぬの？協賛を持っているのかもしれない。イエーイ。これを取ることでスラミを一撃で倒せる。そりゃー、死んだ。わ、なにこれ？これ倒したんじゃない？もしかして。今季は魔法だったんじゃない？これ。先に進む前にちょっとお礼参りしたいけど、まあいいか。やめようよ。みんなかわいそうだよ。ドラゴンいなかったね。スライムしかいなかったね、あの洞窟。ドラゴンってなんだよ。え？何が起きたの？
崩れてる岩に触ったから死んだんですか？ちょっと待ってくださいよ。あれ？なんで？棘が近くにある判定？バグなんではこれ。バグ説。ああ、わかった。これ、この当たり判定が棘にぶつかったら死ぬんだ。自分の当たり判定がでかくなってるんだ、これ。実は。そういうこと。理解しました、完全に。なんかいるよ。あの生物か。ウサギか。わあ、かわいいね。ラビネちゃん。なにこれ。壁ジャンプができるってこと、もしかして。実は壁ジャンプなんてものがあったのかよ。知らなかった。今まで知らなかったぜ。うさぎ。うさぎはあんまり可愛くない。ターン。上から行くべきか、下から行くべきか。キノコを祀ってる。クマちゃん、明るいクマちゃん。光属性だな。ビルオウィスプワークだよ。わあ、緑だ。上にも下にも行け、どうすればいいんだ。上が正解の予感がする。右に行ってみるか。ああ、時があった。どこ、ここ。魔法も自分の身体の一部というのはロマンがある。え、ロマンなの。当たり判定の制御がうまくできてないんだよ。一緒なんだよ。下行ったら落ちちゃいそう。そりゃ落ちるよ。あー、どこまで行くの？なにこいつ。生まれてる。ネズミだ。頭に十字があるネズミだ。星かもしれない。どこ、ここ。ああ、ダメだ。スライムに当たったら死ぬわ。スライムデカ判定持ちだわ。ひゃー、デカ判定じゃない。トゲと一緒だよ。魔法が触れたら死ぬんだよ。こっちが行き止まりだったか。よしよし。みんみんみん。あれ？トゲ、ちょっと待って、トゲ見えなかった。うわぁ！脳内の眠気を取りたい。集中していればそんなの当たんないのに。こう上いけるんじゃない？もしかして。ほら！な。なっと言い出した。な。危ない！右行っちゃおう。もうゴール目指しても65個集まるよ、絶対。ほら、もう65個行きそうだもん。行けないパターンも痛いけどね。行っちゃおう。キラキラしてる。どういうこと？どういうことだ？何も起きなかった。65個集まってない。65個集まってないから何か起きないってこと？あと1個足りないってことじゃない？これ。おっと、わかりました。あと1集めましょう。
ふいふい。やべ。当たり判定が謎だったな。11、危ない。ボイン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 。これも戻れないんじゃない？どうしよう。閉じ込められてませんか？私死んだ。でスルーラー。うっ、おお、危ない。時がある。あれ、こっちじゃないよな。さっき雲あったかな。雲の記憶はなくて、人間の記憶なんてそんなもんよ。常子の記憶はそんなもんよ。わっ、びっくりした。めきょ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 、イエーイ、やったか。 Thank you for playing。成し遂げたようだよ。豆腐。キャラクターデザイン。豆腐。めちゃめちゃ。成し遂げました。イエーイ。